皆さんこんにちは、作曲家の八木沢です。今日はですね、フレキシブルアンサンブルについてお話ししていきたいなと思ってるんですけど、フレキシブルアンサンブルって、まあ、皆さん使ったことありますかね。私はまあ作曲家なので直接自分で使うっていうことはないんですけど、最近、まあ、昔からかな、いろんな現場の方からフレキシブルアンサンブルを使ってるんだけど、なんかうまくいかないなとか、本当はこういうつもりじゃなく使おうと思ったんだけど実はそうじゃなかったっていうような内容の話がよく聞くんですね。というのは、例えばフレキシブルアンサンブルって4人で演奏できるとか3人で演奏できるとか5人で演奏できるって書いてあって、もちろんこのスコアを見るとパート1でフルートがあったりオーボエがあったりクラリネットがあったりして、パート2にもトランペットがあったりとか、サックスがあったりで、パート3にもホルンがあったりとかトロンボンがあったりって、こう、まあ、いろんな楽器がこう複数こうパートごとに分かれてるわけですよね。なので、あ、うちのバンドはフルートとトランペットとホルンとチューバと、4人いるので4パートのやつを、まあ、購入して演奏してみたんだけど、なんかうまくバランスが取れないし、なんか思ってたような形にならないと、これじゃちょっと使えないなとか、そういう話があるんです。あ、これ僕の曲ってことではなくてね、僕は実はフレキシブルアンサンブルって少ないので書いてなかったんですけど、で、まあちょっとそういったことも含めてどうしてそうなるのかなっていうことを分からずに、もしかしたら、それを練習していて解決せぬまま本番を迎えてしまっているっていう方もいるんじゃないかな、あるんじゃないかなって思って、ちょっと今日こんな話をしてみている状況なんですけど、なんでそう理想の演奏と違ったものができているかっていうと、それってフレキシブルの楽譜の、まあ、特性上もある、どの楽器でもパートさえこう振り分ければ演奏できるっていうことと、実際に聞こえる音との楽器の配分っていうかね、どういうふうにやって組み合わせてるかっていうところに、問題が生じているっていうところにあるわけなんですよね。そこがちょっと難しいなって思ってます。例えば僕の曲って最近書いたもので、まあ、5パートってのあったりして、前出したの5パートであんまりオリジナルで僕書いてないんですけど、いろいろ例えばそれでも当てはめてみたりとかしてみるんですけど、例えばパート1とパート2にフルートとトランペットが両方あったとしますよね。パート1パート2って主に多分メロディー関係を担当する楽器ということで、ちょっと分かりやすくっていう例で出すんですけど、例えばパート1とパート2だったらトランペットとフルート生徒さんがいて、どちらも楽器名が書いてあるとしたらどうするかっていうことですよね。で、まあ、一つはパート1にフルート、パート2にトランペット、もう一つは逆のパート1にトランペット、パート2にフルートっていうことが考えられるわけなんですけど、まあ、そうなった時にどっちがいいかっていう結論になっちゃうと思うんですけど、実はこれ答えがないんですよ。曲によって違うっていうところなんですよね。一般的にはパート1がフルートにして音域が高いところがあって、トランペットがパート2に来てた方がいいのかなっていう答えになりやすいとは思うんですけど、まあ、この場合フルートが高音担当しててトランペットが低い音をしている。だけどその場合、もしトランペットの方が当然音量としては勝っちゃいますよね。なのでトランペットが伴奏した時にフルートがあまり聞こえずに、トランペットだけの音が伴奏パートの例えば後打ちだったり、そうなってきちゃった場合すると、なんか思ってた演奏と違っちゃいますよね。で、逆にした場合も、そういったことは当然起こり得るわけじゃないですか。だから本当にね、これって難しいところですよね。なので楽譜によって違うっていうのが答えですよね。なので必ずこういう楽器があったらパート1にした方がいいよとかではなくて、まずスコアを読むっていうことが大切かなと思っております。まあ、そういうことも含めて今日ですね、僕がフレキシブルのオリジナルではないんですが、僕の、比較的よく演奏されているウィンドアート出版から出版されています蒼天の鳥たちという作品があるんですが、こちらがすごく要望があったので、フレキシブルアンサンブル5パートプラス、パーカッション
ていう6人で演奏できるバージョンを作ってみました。ただしこちらも使い方を間違えてしまうとうまくいかないことがあります。なのでどういうふうにやったらいいのかなとか、どうするとうまくいかないのかなっていうことを具体的にちょっと楽譜を見てやっていこうかなと思っておりますが、よろしいでしょうか。それではスタートします。それでは蒼天の鳥たちを元に、お話をしていきたいと思いますが、この曲についての解説は他の動画でも作成しておりますので今回省略させていただきますが、もともとは標準編成で作曲していまして、その後に小編成版という楽譜を出していて、今回ご要望が多かったのでパート 1,2,3,4,5 とさらにパーカッションの、6人で演奏できる楽譜になっています。6人というのはどういうことかっていうと、こちら原曲の通りティンパニーパーカッション 1,2,3 っていうふうにあるんですが、こちらですね、もしパーカッションがいなかったらこのドラムのパートだけを演奏すれば、曲の形になりますよということで、実際この4パートティンパニーからパーカッション3までの4パートを一つの楽譜にまとめた楽譜がここについています。これ親切な楽譜という意味で、こちらを同時に演奏しなきゃいけないとかそういうわけではございません。さてですね、この原曲にあったフレーズを基本的に全て使用して素材をうまくこう5つに振り分けて作っております。なるべく先ほどの説明の通りにバランスが崩れないようにはいろいろ考えてはいますが、まあ、演奏の仕方によってはいろいろ変わってしまうんじゃないかなと思っております。例えばですね、こちらメロディーをやってるのが今3と4になりますよね。ここがメロディーラインっていうのがもうすぐお分かりになるんじゃないかなと思っています。メロディーパート1パートでもよかったんですけど、やはり1パートだとこう吹奏楽っぽい厚みが出てこなかったりして、もしアンサンブルでやった時もちょっと物足りない形になってしまうので、あえてユニゾンを使っています。でこちら選択できる楽器としては、テナーサックス、そしてクラリネットですね、ベークラリネットですね、そしてアルトクラリネット、まあ、アルトクラリネットこのフレキシブルでいるっていうことはめったにいないとは思うんですけど、主にはアルトサックスですね。でアルトホルン、金管バンドの小学生とかも含めて想定しているのでそれが入っています。そしてホルン F ですね。そして、バスン、ユーホっていうことになっております。でこちらですね、バスクラリネット、そしてテナーサックス、クラリネットね、そしてホルン、バリトンサックス、バスン、トロンボン、ユフォニウムという形になっております。これでじゃあ例えばどれを選択するか、まあうちのバンドはじゃあテナーサックスがいるのでっていうふうに書いてあるの、思ってテナーサックス、そしてじゃあテナーサックスこっちにもありますよね、じゃあどっちテナーサックス吹けばいいのかなって思いますよね。それが先ほどの話だと思うんですね。でその他にじゃあ例えばテナーサックスとホルンがいたとしましょうか。ホルンも両方ここにいますよね。そうなると先ほどの話と同じように、アルトサックスがこっち側にいるパターン、ホルンがこっち側にいるパターン、逆にホルンが上にいて、テナーサックスが下にいるパターン、どっちがいいのかなって見ることになりますよね。でも例えばここのページだけだと答えが出てこないですよね。逆に言えばユニゾンで吹いちゃってるわけですから。なのでこのページだけを見て、あ、もうテナーサックスはパート3だ、ホルンはパート4だって決めてしまうと、これは間違った決め方になってしまうということがお分かりですよね。まだ判断ができないということになります。じゃあ次のページ行ってみましょうか。はい、こちらになります。いよいよちょっと分かれてきますよね。でここのページに行った時に、じゃあ例えばここのホルンを見ていきましょう。パート3のね、ここが、音域的にもちょうどいい音域でホルンが演奏しています。でそして、こちらのホルンも、まあ、音域やや低いですけどホルンとしては十分な音域でやっています。じゃあテナーサックスはどうか。テナーサックス時々こうクラリネットと一緒に書かれていますが、クラリネットよりも、テナーサックスっていうのはオクターブ、高く起伏されるというね、知識がないとテナーサックス下の方を弾いてしまうと全く違う低い厚ぼったい音になってしまいますし、あまりいい音で聞こえてきませんので、間違いなくテナーサックス、クラリネットの方がね高い音だから上だって思って、テナーサックスは下だって思い込まないようにしてください。テナーサックスが上でクラリネットが下っていう風になっています。ここに順番こう書いてありますよね。
これを守っていただければと思います。ではクライネットテナーサックス上のパートを幸福というと、テナーサックス程よい音域になっています。そしてこちらテナーサックス、ここを見ていきましょう。でここのところですね、こちらちょっと中音になってしまいますが、こんな感じです。一応ですね両方とも、音域としては、大きな問題はありません。ただし生徒さんが吹いた場合どっちに相性が合うかどうかってわからないですよね。ホルンの生徒さんの技量のこともあったり、テナーサックスの生徒さんの技量のこともあったりね、または得意不得意もありますよね。早いパッセージは得意だけど歌うフレーズがちょっと苦手だとか音程が合いにくいとかあるので、こういった場合はぜひですねもうこの曲を演奏するっていうことを仮定した場合、もうテナーサックスをパート3に選んでしまってるから絶対パート3をやんなければいけないっていうふうに思わないでいただきたいなと思ってます。逆に言えばテナーサックスが、この部分だけ、パート4の方を吹いてた方が吹きやすかった、またホルンもこっちのホルンはどっちでも大丈夫っていうことだったら、この A から B の中だけでも入れ替えて試してみるっていう、作業、ちょっと、手間がかかってしまうんですけど、フレキシブルっていうのはそういうことをしていかないと一番そのバンドアンサンブルに合った音になっていかないんですね。ぜひそういうことをトライしていただければいいかなって思っています。例えばこちらのソロに関して、ソロっていうんですかね、1パートしかやってないんでソロになるんですけど、ここのフレーズテナーサックスが吹いた方が良かったのか、ね、ホルンが吹いた方が良かったのかっていうことでも選択できますよね。なので先ほどの結論から言うと、楽譜によっていろいろ違うってことも言いましたが、楽譜の部分的なところによっても違うっていう解釈でもいいんではないかなって私は思っています。特に、フレキシブルアンサンブル、楽譜自体がこの見にくいですよね。なので、もう最初からこうこのパートしかやらないってことを決めないで、とりあえず書いてあるパートのパート譜を、それぞれ、テナーサックスであればテナーサックスは4に入ってる、3に入ってる、4に入ってる、でそこを見ていただいた段階で3と4のパートをもう配っていただく。米管のクライネットでしたら、こちらもですねもう全てのパートにこう入っていますよね。そしたらもうこう、配っていただければいいんじゃないかと。ちなみにこれ米管のクライネットとバスクライネットのアンサンブルだけでも演奏できるようになっております。全てクライネットが入ってますからね。そういった形で、時には入れ替えるっていう作業をしていくっていうことで、フレキシブルのアンサンブルで解決することができます。パーカッションも例えばティンパニーはいるけどその他がいないって言ったら、ティンパニーがやっているパートをあえてこのドラムスでやらなくてもいいですよね。こういうリズムとかティンパニーがやってればね。でもしティンパニーがなければこのリズムって欲しいですけど、書いてあるからって必ずしもやらなきゃいけないっていうわけではありません。なので楽譜を選択していくっていうことがフレキシブルアンサンブルにはとても重要です。同じようなことがパート1、パート2とかにも出てきますし、伴奏はもう伴奏というか低音はもう低音になっているので選択の余地はあんまりないかもしれませんが、特にパート3、パート4、パート2も絡んでくる時がありますが、とてもそういったところが重要になってくるんじゃないかと私は思っています。ちょっと先の方も行ってきましょうかね。こういったね C のところも、これメロディーラインなんですが、今これすごく盛り上がってるところなんですね。フルートが例えばこの上のパートを吹いていて、クライネットがここのパートをね、吹いている、こういうことでもいいですし、こちらのパート1ではクライネットを1オクターブ上が吹いてますよね。なのでパート2でもこれ1オクターブ上で吹いてしまっても問題はないわけですよね。もしクライネットが1番2番で両方いたらオクターブにするっていうアイデアもありますけど、フルートとクライネットの下の音だったらちょっとうまくいかない響きになることもありえますよね。例えばクライネットのこの辺の音域っていうのはちょっとなりにくい音域なんですね。これも楽器の特性上なんですけど、そういった場合にオクターブこっちに書いてあるから上げてあげるとか、そういう解釈をしていくっていうことも大切になっていきます。なので、ぜひフレキシブルアンサンブルっていうのはもう楽譜に書いてあることで、オクターブの間隔も書いてあることもありますが、パートをまたいででもいいので、自分のバンドあるいはアンサンブルに合った、一番心地いい響きが出ることを探していただくっていうのが、一番いいんじゃないかなと思っています。これが現場対応ということになっております。ちなみにアンサンブルに加筆に関しては、規制のねフルート30層とか、
作奏音40奏の場合はいろいろ規定があったりとかして出版社に認められないことが多いですけど、フレキシブルアンサンブルに関しては、そこまで厳しくないというふうに、聞いております。もちろん確認の必要はあると思いますが、今言った範囲は現場対応という考え方で十分いけるんではないかなと思っております。まあ、そのような形で、楽譜をですね、隅々まで見ていただいて、もう最初でもう配ってしまったからそれで終わりだということではなくて、ぜひ最後まで丁寧に、ここはどうしたらいい音がするんだろうかっていうことにこだわりを持って、音楽作りをしていっていただければと思っております。簡単ではありましたが、フレキシブルアンサンブルについて、少しお話をさせていただきました。本日はご視聴ありがとうございました。